エロディとは、かつて、フランス南東部のオートイコールプロバンス天文台1.93メートル反射望遠鏡に設置されていた、天体観測用のエシェル分光器である。工学設計は、マルセイユ天文台のアンドレイ・バランネによる。この装置は、太陽系外惑星をドップラー分光法で検出することを目的としていた。エロディは1993年にファーストライトを迎えた。 2006年8月に運用を終了し、同年9月には後継機のソフィ分光機に置き換えられた。エロディは波長389.5ナノメートルから681.5ナノメートルの間の電磁スペクトルを1回のロゴで取得できた。観測対象の光は67のスペクトルオーダーに分解されて記録された。分光機の本体は高温室内に設置され、 観測の際は望遠鏡のカセグレン焦点と光ファイバーを通じて接続された。エロディには専用のデータパイプラインが用意され、記録されたスペクトルを数値マスクを取り入れた相互相関法により直ちに処理して、構成の視線速度を高い精度で割り出せる特徴があった。視線速度の精度は秒速プラスマイナス7メートルに達した。エロディが これまでに取得した構成のスペクトルは3万4千回分に及びそのうち2万回分以上がオンラインアーカイブで公開されている。エロディはオートイコールプロバンス天文台、ジュネーブ天文台、マルセイユ天文台の協力で開発され、装置の詳細については1996年にアストロノミーアストロフィジックスサプリメンツに掲載された。 主系列性を好転する最初の系外惑星、ペガススが51番星 B は1995年にこのエロディ分光器を用いて発見された。ミシェル・マイオールとディディエ・ケローはこの業績で2019年にノーベル物理学賞を受賞した。エロディは主にドップラー分光法で系外惑星を観測したが、 惑星のトランジットに伴うスペクトルの変化を観測するために使われたこともある。エロディは20個以上の形外惑星を発見しており、以下にいくつかの例を示す。ありがとうございます。